ケーズギターワークスのケーズ TL トラッド22 2H5 というギターをご紹介いたします。このケーズギターワークスですけれども、当店に何回か入荷いたしましたが、こちらはですねケーズ TL トラッド22というね普通にラインナップされているギターなんですけれども、今回はレッドスペシャルと同じ色でオーダーをしたものになります。このケーズギターワークスさんですけれども、このトラッド22というねこのシリーズですね、このマホガニ、ホンジュラスマホガニを使ってるんですね。こちらのギターもそのホンジュラスマホガニボディ、そしてネックもホンジュラスマホガニなんですけれども、先日ケーズギターワークスさんの X ですね、ツイッターで発表ありまして、今後ホンジュラスマホガニねちょっと作るの困難だということなので、今回のご紹介がこれで最後かもしれません。このホンジュラスマホガニですけれども3ピースなんですね。でこの真ん中をまっすぐ取って、脇に貼ってある3ピースということなので、ネックとボディの振動をですね、このストレートに、振動を拾い切ることができて、ワンピースマホガニの次にですね3ピーをお好みになる方もかなり多くいらっしゃいます。ネックもワンピースマホガニーなんですけれども、指板はインディアンローズウッドですね。こちらはローズウッド指板、フレット22フレット、そしてスケールは25インチスケールですね。そして 12R の R がついておりまして、ネックのグリップも素直なグリップになりますね。 C シェイプでしょうかね。裏に行きますとですね、こちらがですね、ネックのジョイント、こちらはケーズギターワークス独特の RS ジョイントというジョイントなんですけれども、デタッチャブルなんですけれども、かなり深いところまでジョイントされておりまして、こちらで、1ボルトで止められてるんですが、中はちょっと構造的に、もうちょっと複雑になっています。ペグはロックタイプの5頭のものが採用されております。ピックアップですが、こちらはケーズクラシックハンバッカー、こちらがネック側とブリッジですね、2機搭載されておりまして、ブリッジの方は5頭のブリッジになります。コントロール、こちら5ウェイスイッチなんですけれども、これがですねフロントのハンバッカー、そして2番目、こちらはフロントのタップですね、こっち側のコイルだけなります。そしてセンターの位置ですとネック側とブリッジのハンバッカーがパラレルでなる。そして4番目のところではシングルコイルですね、こちらのシングルコイル、ネック側の外側とブリッジ側の内側のピックアップがシングルがなるというところ。そして5番目のスイッチはリアのハンバッカーになります。ボリュームとトーンは1ボリューム1トーンですね。それではフロントピックアップから音を聞いてみましょう。フロントのシングルコイルですね。ミックスポジションです。
そしてフロントのシングルコイルとリアのシングルコイルになりますね。そしてリアのハンバッカーです。ケーズギターワークスさんの組み込みの良さとですね、ホンジュラスマホガニならではの中低音の粘りがちな音ですね、こちら非常にいいマッチングなんではないかと思います。全体の重量も 3.91 キロというところで収まっております。取り回しのいいギターになっていますね。ホンジュラスマホガニ最後のチャンスです。この機会にぜひお試しください。